汝、琥珀の光をたたえし少年、決意を固めし姫と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。号外！リベール通信特別号！浮遊都市崩壊！王国の危機は去る！空前の陰謀を阻止！若き遊撃士たちに幸あれ！ドロシー、何やってんだ。置いていくぞ。待ってください、ライアル先輩。もたもたすんな。祝賀会が始まっちまうだろうが。異変収束を祝ってアリシア女王が主催する特別なパーティーだぞ。こいつにだけは遅れるわけにはいかねえんだ。もう私お腹ペコペコで一歩も歩けません。お前まさかパーティーでごちそうを食うつもりで昼飯抜いたとかじゃねえだろうな。お昼どころか昨日から食べてませんよ。断食も30時間を超えると、こんなにめまいが。ドロシー、てめえ何考えてんだ。ナイアル先輩、おぶっててくださいよ。へー、知るか。今日は王国中の有名人が集まってんだ。シャキッとしやがれよ。まずは女王陛下とクローディア殿下の一枚を押さえて。あれ、意外と楽ちんかも。
そして一時はこの王都も危機に見舞われることもありましたが、皆様のおかげで異変も収束を見ることとなりました。ここにそれを祝し、ささやかな祝賀会を催したいと思います。それではクローディア。はい。本日のパーティーにはこの事件に尽力いただいた方々をお呼びさせていただきました。苦難にあえぐ人々に温かな手を差し伸べ、また多くの人々が不安に震える日々を打ち払ってくださった方々、このリベールの王太女として礼を言わせていただきます。本当にありがとうございました。本日はささやかなパーティーではありますが、ギリギリセーフ。やっとたどり着きました。ごちそうプリーズです。ドロシー、何やってやがる。さっさとカメラを構えろ。スピーチが終わっちまうだろうが。そうだった。どうかごゆっくりお楽しみください。ここに集いし者は各々責任を背負い、日々多忙なものであろう。だが今宵ばかりは日頃の労を忘れ、骨を休めてほしい。珍味加工も用意してある。存分に堪能するとよいぞ。このリベールにエイドスの幸あれ。やっぱりクローゼはすごいわね。あんなドレスを着てみんなの前で堂々とスピーチするんだもん。うん、この前会った時は自信がないって言ってたけど、王太女として立派にやっているみたいだ。はあ、いいな。私もあんなドレスが似合ったらいいんだけどな。何よその間は。いや、なんというか、エステルもやっぱり女の子なんだなって改めて思っただけだよ。何よ。そりゃまあここのところ復興の手伝いで忙しくて家にも帰ってないけどさ、私だってたまには綺麗な服が着てみたくなるの。はいはい。でもこの数週間でエステルも成長したよね。え？リベール中を駆け回る結構ハードな仕事だったと思うけど、遊撃士としてのエステルの判断もかなり信頼できるようになったし、正直僕の目から見ても頼もしく思えることがあるよ。なんだかヨシアに褒められるとくすぐったくなっちゃうわね。でもこの数日でようやく仕事も一段落したわね。王都の復興も順調みたいだし、ようやく落ち着いてきたよね。うん、そうだね。あ、はあ、ごちそうがあんなに。グランセル城のシェフたちが料理を切り分けてくれるみたいだね。これは見逃せないわね。生誕祭の時のご馳走はちゃんと味わえなかったし、これはご相伴に預かるしか。ヨシア、ちょっと待ってて。私様子を見てくるから。ああいうところは成長してないよな。ヨシアじゃないか。エステルのやつはどうしたんだ。ええ、少し料理を取りに。ナイアルさんたちはお仕事みたいですね。ああ、これだけの顔ぶれが一堂に会してるんだからな。ここで話を聞かねえわけにはいかねえっつーの。
もちろんお前さんたちにも後でみっちり取材させてもらうからな。勝手に帰るんじゃねえぞ。了解です。よし、次はいよいよクローディア姫の取材だ。ドロシー、もうダメ、倒れちゃいます。何か食べさせてくださいよ。ほら、もたもたすな。ひー、ナイアル先輩の意地悪。ナイアルさん、今日は一段と気合入ってるな。エステルを。まったく、何やってるんだか。ちょうどいいかもしれないな。ここに集まっている人たちには随分お世話になってしまったし、今のうちに挨拶しておこう。で、アガットさんいつ来てくれるんですか？いや、だからあれはだな。あ、ヨシアお兄ちゃん。よう、ヨシア、お前の方は挨拶回りか？ええ、まあ、お二人は？そのアガットさん、今度家にご飯を食べに来てくれるって言ってたから、いつ頃なのかなって。そういえばアルセイユを降りるときにお二人でそんな話をしてましたよね。あれはその別れ際の挨拶みたいなもんだろう。遊撃者結構忙しいからな。実際行けるかどうかなんざわかんねえっつーの。ずっと待ってたのに。わかったよ。月末ならなんとか。確か金曜あたりは空いてたはずだしな。おう、シェラさん、オリビエさん、ご無沙汰してます。うん、ヨシュアか。どう、一緒に飲まない？共に甘美な杯を傾けようじゃないか。今宵はとことん付き合わせてもらうよ、君の瞳が揺れるまでね。遠慮しておきます。何よ、こんな時くらい付き合いなさいよね。あ、そうだ、あんたの声優劇師祝いもついでにやってあげようか。そういや、あんたの分だけまだだったわよね。あの、シェラさん、そのルシオーラのことは？よしあったら、何お姉さんの心配しちゃってるのよ。あんたが気をもむことじゃないわ。シェラ君の言う通りさ。みんなこの事件を通じて様々な思いを抱いたことだろう。だが今だけはせめて飲んで騒いで浮かれまくるとしようじゃないか。力の限り精一杯ね。はあ。あんたは今に限らず浮かれ騒いでる気がするけど。でもま、そういうことね。それよりヨシュア、もう一人で勝手な行動を取るのはやめなさいよね。あんたのいない間のエステルと来たら、ほんと見てらんなかったんだから。はい、大丈夫です。もうあんなことをするつもりはありませんから。そう、ならいいわ。従順な顔もいいよ、ヨシュア君。おう、ヨシアか。ジンさん、復興作業にも力をお借りしてしまいましたね。本当に助かりました。いいってことさ。これも遊撃士としての仕事の一つだからな。だが俺もそろそろ国に帰るとするか。
共和国の内政も決して安定してるとは言えんからな。ケビンさん、まだリベールにいらしたんですか？ああ、ヨシア君もお呼ばれしとったんか。どう、楽しんだる？俺の経験上、こういうとこではたらふく食っとかな後悔するで。ケビンさん、ありがとうございました。もしケビンさんがリベールを訪れていなかったら、僕は気にせんでええよ。俺のしたことなんてほんの些細なことやからね。見たとこ顔色もええし、後遺症も収まったみたいや。恩とかそんなんはもう忘れてくれてええよ。ケビンさん、もしかしてあなたは。ヨシア君、俺はそろそろ帰らなあかんけど、またどこかで会えたらええな。ええ、そうですね。よ、ヨシア。ドルンさん、キールさん、お二人も招待されたんですか？おう、なんだか知らねえが俺たちにも招待状が届いてな。ご馳走にありつけるらしいから大急ぎで参加したってわけだ。なんというか、らしいですよね。まあな、女王陛下の恩赦のおかげで今は大っぴらに歩けるようになったし、そろそろ足を洗う頃合いかね。以前もそんな話をしてましたよね。確か運送会社を立ち上げるとか。他にも選択肢はあるとは思うんだがな、俺たちはやっぱり空を飛んでなきゃダメな気がするんだよ。ヨシアか。父さん、出席してたんだ。通信では忙しいからパスって言ってなかった？ああ、忙しいとも。ライフラインの確保に復興物資の輸送、この国が平穏を取り戻すまでまだしばらくはかかるだろうからな。そういえばエステルとあちこち回ったけど、地域住民の不安を解消するために小さな村にも王国軍が駐屯していた。父さんらしい指示だと思ったよ。軍は軍でできることをやっているというだけのことだ。帝国や共和国の内政が不透明な上、王国軍の再編も棚上げ状態だが、まあたまには気を抜くのも必要なことだろう。よしは、今日くらいは息抜きをしておけよ。父さんこそ少しは休みを取った方がいいんじゃない？エステルも心配してたよ。無用な心配だ。こう見えてきちんと手は抜いているからな。ああ、ヨシュア君か。今ちょうど少佐と異変後の被害状況を確認していたところでね。リベルアーク崩壊による直接的な被害は緊張だったようだな。動力が停止していることもあって、崩壊時にバレリア湖を航行している船舶はなかったようだ。小規模の津波が発生したが、人的被害は最小限だったと言っていいだろう。ええ、僕もエステルと沿岸地域を回ってみましたから。崩壊の様子を眺めていた人々や一部の釣り人が水をかぶった程度で済んだようですね。むしろ動力停止という事態による混乱の方が大きかったのだろう。リベールは大陸の中でも一二を争う動力技術大国だからな。それが逆に仇となってしまったか。異変が去ったとはいえ、残された課題も大きいようだ。へえ、やっぱりその程度なんだ。やっぱり僕の方がパーティーにふさわしいよね。なんてったって本物のドレスを着て社交界を渡り歩いてたこともあるんだからさ。な、何よ！私だってドレスくらい着たことあるんだからね。猫かぶりの生意気僕子に言われたくないわね。なんだと？
あのさ二人とも、一応公の場なんだから、そういう喧嘩はどこか別のところで。ヨシアは黙ってて。はい。コメントですか。そうですね、取材中みたいだな。話しかけるのはやめておこう。だいたい挨拶は済んだかな。話し込んでいる人もいたから、後でもう一度回った方がいいだろうけど。お、いたいた。トロシ、次は軍関係者だ。オラ、急げ。先輩、なんだかお腹がタポタポしてきました。うー、気持ち悪いです。ガブ飲みばっかしてるからだろう。ほら、もたもたするな。はーい。ヨシアさん、クローゼ、大変だったみたいだね。少しだけ。応対所になってから取材を受けることが多くなってしまって。うん、このところあちこちの雑誌でクローゼの写真を見かけるから、そうじゃないかなって思ってたんだ。もう少ししたら取材も下火になると思う。それまでは大変だと思うけど。はい、分かってます。私はもう決心しましたから、みんなを守るんだって。だからこんなことくらいでくじけるわけにはいきません。そうか、やっぱり君は強いな。そんなことないです。本当はいつも自信があるわけじゃないんです。なのにいつも無茶ばかりしてしまって。でも初めて会った時も、君はあの孤児院にいてクラムを守ろうとしていた。クローゼ、君の強さは本物だと思うよ。ありがとうございます。そういえばそんなこともありましたよね。今ならいいかな。クローゼ、ヨシアさん、少しお時間をいただけませんか。お話ししたいことがあるんです。うん、いいけど。こちらに。気のせいかな、何か怒ってるみたいだけど。エステルはまだ。まだまだ。ほほ、ジョージャンのやつ、ここに来てペースを上げたぞ。兄貴、どっちの味方なのさ。まあいいか、盛り上がってるみたいだし。クローゼ、何か怒らせることでもしてしまったかな。クローゼ、話って。何か気に障ったのなら謝るけど。私、ヨシアさんのことが好きです。
それって…ごめん。君の気持ちは、その…嬉しいけど…いいんです。何も言わなくっても。ただ、気持ちに区切りをつけたかっただけですから。綺麗な星空ですね。君がいつから、その…ヨシアさん、もし、ヨシアさんがエステルさんより先に私と出会っていたら、エステルさんとじゃなくて、私と、でしたか？それは、ないと思うな。ごめん、クローゼ。それでいいんです。ヨシアさんを独占したいって気持ちも嘘じゃないんですけど、たとえそうなっても、それは私の求めているものじゃない。私はやっぱり、エステルさんとヨシアさん、お二人のことが好きですから。だから最後に、ヨシアさんの困った顔が見てみたかったのかな。さっきのヨシアさんの顔、今までで一番素敵でした。クローゼも結構人が悪いよね。こんなにはしゃいでしまったのは久しぶりです。それで、ヨシアさん、何を悩んでるんですか？え？そのくらいわかりますよ。私、勘はいい方ですし、さっきも、取材を受けてる間も、ヨシアさんのことはずっと見てたんですから。さすがにそれは、照れるんだけど。ヨシアさん、何か隠してますよね。また一人で何かしようとか考えてませんか？ほんと、鋭いな。エステルも時々そうだけど。女の子ですから。さあ、観念して白状してください。悩みっていうほどのことじゃないんだけどね。僕は、そうだな、来月までにはリベールを離れようと思っているんだ。え？どうしてですか？もう平和になったのに。うん、平和になったからね。結社もリベールからは完全に手を引いたみたいだし、各地の復興も順調だ。だから、旅に出ようと思うんだ。僕は、今では自分のことを一人の人間として考えられる。もう壊れた人形なんかじゃない。エステルが、みんなが、そう望んでくれたから。だけど、人間になってしまうと、今度は心が痛むんだ。僕はこれまでに、目を覆いたくなるような罪をたくさん犯してきたから。だから、その償いをするために、そして本当の意味で強くなるために、僕はこれから大陸各地を回ろうと思うんだ。そうだったんですか。でもそれではエステルさんとは。しばらくは、いや、かなり長い間会えなくなってしまうと思う。だからエステルにどう伝えればいいのか
迷ってて。ヨシアさんも相変わらずですよね。え？そんなの自分の言葉で伝えるしかないじゃないですか。エステルさんのことを信じているなら打ち明けてください。どんな言葉でもいいんです。自分の言葉で話をしてください。それが好きな女の子に対する男の子の義務でしょ。うん、君の言う通りだ。本当に僕はダメなやつだな。こんな単純で当たり前のことも気づかないなんて。そこがヨシアさんのヨシアさんたるゆえんですから。そういうところも含めて好きでしたけど。だからからかわないでよ。大丈夫、エステルさんならきっと分かってくれますから。それにきっとエステルさんなら。ヨシア！いたいた。よしよ、ほらこれ、ジョゼットのゴーグル。ふふん、戦利品としてぶんどってやったわ。楽しんでいただけているようで何よりです。エステル、後でちゃんと返しときなよ。どうしよっかな。あれ？クローゼ？私、そろそろ戻りますね。エステルさん、ヨシアさんはお返しします。え？クローゼ。その、こんな時に何て言ったらいいのかわからないんだけど、ありがとう。今夜この場所で君と話すことができて本当に良かった。どういたしまして。それではお二人とも良い夜を。さあ、ヨシア。クローゼと、その、何の話してたの？うん。ちょっとね、カツを入れられた、のかな。そうなんだ。この5年間、エステルは、僕のことを信じてくれていた。僕もエステルのことを同じように信じているから。カツ？エステル、君に聞いてほしいことがあるんだ。え？うん、何？うん、実はね。あのね、エステル。